どうもすみませんシルククロードステ全についいいてて喋っこうと思いま,すまあ結構力のある馬が多いということでハマった場合には馬券になる可能性があるんですよね。なかなか消し切るっていうのが難しいメンバーではあるんですがあとは太字で囲ってあるそういったような注目点が多い馬も多くてまあそういった意味では大混戦なんですがそれで 結構ハンデが重い馬多いんですがまあただやっぱり力がある馬たちですしそこまでハンデは気にしなくていいかなとは思うんですがハンデよりもジョッキーですね例えばウィン・マーベルとかレベルの高いジョッキーが乗っていれば全然59キロ問題ないって言えるんですが、まあ、やっぱり松山騎手は不安定で特に重症では慌てたりだとか頼りにならないレースが多くてうまあ、上手く乗る時はうまく乗るんだけれども。 うううまく乗らなないいいの方が多いっていうようなイメージですしあとは中距離みたいに坂のあるコースである程度その馬が気持ちが切れそうになった時にそういった時にガッと動かせるかというとそういうこともできないっていうところがあってやっぱり乗りやすいポジションから流れに乗れてっていうような形だと全然あのジョッキーも問題ないですし筋量も問題ないんですがやっぱり競馬って難しくなる時があるので,でそういった時にはやっぱり。 金量が響くような乗り方をしてしまったりだとか金量が響くような乗り方しかできないだとかそういったことはあり得るかなと思いますね、まあ、ですから金量を踏まえて考えると結構その能力差があんまりないというところで難しいところはあるんですが注目点としてはまず気象ですね気難しいかどうか当てになるかどうかっていうところとあとは瞬発力とそれと 何よりコース適性ですね。ちょっとその例えばナムラクレアとかは右回りだったらかなり強いんですが、ちょっと左回りだと微妙かもなっていうところがあったりなんかしますんで、まあ、そ,その3点を主に重視して印をつけていったっていうところはありますね。それではまずはババコースレース展開からです。ババについては仮作をつけてうちの悪い部分をカバーしてはいるんですが、ただうちの方は荒れてますね。 でもそういった中でもその穴が開いたりなんかするとそこを埋めてまあ粘土質なのかわからないんですが土で埋めてっていうところでまあ問題なくうちの方がいいっていうことも多くなってきていてあのまあやっぱり外の方がですね芝が生えてて芝ってその。 き綺麗な時はいいっちゃいいんですけれどもただやっぱり芝も絡みついたりするようなところもあったりなんかするんで逆にそのうちの方は芝がはげてその絡みつくような芝もない状態のところでその走りやすい材質でうちの方を固めてるっていうような感じになることがあるんでその分土曜日の競馬なんか見てても前残りが多かったり打ち付きも決まったりだとかそういったようなレースも多くてまあちょっとそのある意味 競馬馬をするには良くない馬場ないんですよねですからこのシルクロードステークスに関しても外を回った馬が苦しんだり後方から外を回して追い込んだ馬が届かなかったり伸びあぐねたりだとかそういう可能性もあるんで、まあ、ちょっとそのイメージとしてはあの、まあ、競馬にならなかったなみたいな嫌なレースになる可能性もあるっちゃあるんですがまあでも当日もですね 条件戦芝のレースありますしある程度うちの方が掘れてきてっていう中でその中で、まあ、多少は走りづらくなる可能性もあるっちゃあるので、まあ、逃げ馬が逃げ馬先行馬が不利な馬場になるとはちょっと現時点では考えにくいんですがただフラットに近いようなそういったような馬場になる展開になる可能性はあると思いますしあとは重傷でもありますんで重傷は別口で考えて基本的にはある程度能力素足のいい馬を。 注目すするっってていうそういううううそスタイルで行こうかなと思ってますねどの馬が逃げそうか逃げたそうかなんですがレイ・ハリアファスト・フォースは以前は逃げ馬だったんですが追い込んでいい競馬してますんで後ろから行く可能性の方が高いかなっていうふうに見てます湘南・バニラテーム・スパーダカイザー・メランジェキル・ロードこの辺かなと思いますねででクレアあたたりはですねもしかしから 今回だけ逃げる可能性もななくはないんですが、まあ、ただ次の高松の宮記念を見据えて基本的には指す競馬をする可能性が高いかなというふうに見てます。でレイハリアかテームスパーダカイザーメランジェこの辺が一番逃げる可能性が高く多分テームスパーダとか結構行きたいんじゃないかなと思いますね。前走なんかはまあ,あのダッシュがそんなに速くなかったっていうのもあるんですが。 意外とすんなり控える競馬をしたんですけれどもただ控える競馬でそこまでいい競馬ができなかったんで基本的にはスピードを生かして早め早めっていう基調をしたいとは思いますんで、まあ、ゲート出て他が出てこなければあのテイムスパーダが逃げてで今村聖奈騎手は特徴としてはもう道中ハイペースでも馬の気分に任せて息を入れさせながら行かせてそれで後半ですね 早め早めっていうような形で後続を苦しめるぐらいなそういったようなもうどんどん大胆に仕掛けていくことが多いジョッキーですのでそのレース展開をイメージして対応しやすい馬かどうかっていうふうに考えるっていうのも大事かなと思いますねそれでもし平均ペースハイペースでばらけて縦長のレース展開なんかになるとまあ基本的には最高峰に近いところから追い込む馬が 不利ににななる可能性が高いかなというふうに思いかとう思ますね、まあ、1200m っていう距離が短くてワンペース気味っていうところもあるんで使える後半の足が限られてきますんでそういった面とあとはやっぱり基本的には4コーナー前後で馬群が凝縮しないとその差し込めないっていう可能性もあるっちゃあるんで中段ぐらいまでで流れに乗って器用に競馬できる馬を基本的には有利と見てます。それでは右の方から1頭ずついきますシャインガーネット シャイン・ガーネットは、まあ、以前と比べパワーもつきましたしし動きもいいですし調子良さそうだなっていう,ふうに感じますただこの馬ですね以前は左回りの線4ぐらいがベストなイメージがあったんですが3歳の頃はまだシュッとしててキレのある動きができてたんですがちょっとだんだんとそのワンペースに近いというかですね、まあ、ちょっとここの急車気難しいところなんかもあるんでなんか全体的にその動きがコロ,コロンとした感じの動きになってきてて。 まあ右回りとかペースが流れやすいコースかそれか平坦とかなんかなだれ込みみたいな感じで競馬しやすいコースの方がいいイメージが出てきててちょっとパンチが足りない可能性があるっちゃあるんですよね。以前とちょっと適性っていうところで変化があるんで他が止まればっていうの瞬発力勝負にならなければっていうようなイメージありますねナ。ナムラ・クレアナムラ・クレアはスプリンターズ・ステークスは勝たなきゃいけない立場だったんですが。 まあやっっっぱりりジョッキーががううままく乗れなかったっていうところがありますし4コーナー前後の回り方なんかもう雑に一気に足使っちゃってそれでああいう分回しになっちゃうと直線またゼロから脚力で伸びなきゃいけないとか、まあ、ちょっと足の使い方がですね雑すぎたっていうところがあるんですよね。で、溜めて 直線勝負で一瞬でスッとかわすみたいなのがベストな馬で右回りだったらそういうような競馬がイメージしやすいんですがちょっと左回りになるとちょっとある程度その何段階か足を使わなきゃいけないとか長く足を使わなきゃいけないだとかちょっと名村クレアは客室的に合わない可能性が高いかなっていうふうに見ていますま。ただあの前に壁作りながら回ってきててきそれで 足の使い所ですね直線一瞬でスッと出るそういう足の使い方ができた場合だと問題ない可能性がありますしあとは単純にスピード能力も高い馬なんで流れ的にペースが流れてスッとついていってそこから粘り込むみたいな、まあ、そこまで瞬発力勝負にならないような感じだと左回りも問題ないかなと思いますんでまあ筋量も重いし条件は悪いんですが。 完全にに消すすっっっててていいいううのはは難しい馬にはななくるかなっていうところがありますグ,ルービットグルービットは前走を久々に阪神で勝ったんですがあの岩田康成騎手ってちょっと今はかなり好不調の波が激しくて調子のいい時はほとんどないんですけれどもただ調子のいい時はですね以前みたいにその一足の使い方というか、まあ、グルービットの前走なんかでいうと直線追い出してから。 まあ一瞬のガッと馬がギア入る感じああいうような感じの乗り方できますしあとは特徴的なのは4コーナー回りながら勢いつけてちょうどいいところでガッと一気に行くっていうようなまあ,あのちょっとそう,いうイメージそういう表現になっちゃうんですがガッというかブワッという感じの加速の仕方そういうのがハマった時にはうまいジョッキーなんですが。 まあやっぱ不調の波が激しくて調子の良くない時が多いんで今回はそこはどうかですね。であとはグルービット自体ですねあの、まあ、結構ここに来て調子を上げてきててかなり出来はいいとは思うんですけれどももともと気象的に当てにならないところがあるのとあとはちょっとその走りのバランスを崩したりだとかアレババとかで嫌気さすことなんかが多かったりもしますし。 まあもうちょっとその気分よく走って後半の足を使いやすいような馬場とかコースとかだったらいいんですがちょっと今の馬場だと,ちょっとなんかある程度そのバランス崩しそうになったりだとか走りにくい時なんかでも気持ちが切れないように走らなきゃいけないようなところがありますんでえまあごちゃごちゃっとしたりとかあとはその多少雑に乗らなきゃいけないっていう時にちゃんとその。 しっかり最後まで気持ちが切れず走ることができるのかっていう不安はありますね、まあ、ただもう本当に調子いいですし能力もあるハマった時にはいい足もあるっていうことなんで手広くだったら基本的には買った方がいいかなと思いますねエイティングアルエイティングアルはまあ調子を崩し始めるとズルズルいって調子が戻ると好調ある程度長くキープするタイプなんですが あの調子崩してる時は追い切りなんかでも気難しいーぶさして自分からやめるような感じになったりコントロールが効かないような感じになることが多いんですが今回の追い切りを見た感じだと落ち着いてますし体の動き綺麗なんかもいいですしまあピークほどではないかもしれないんですが、まあ、でもかなり出来はいいかなっていう雰囲気があります。ただあの以前かからら、まあ、どちとといいうと右回りりの方がはまりやすいタイプで 左回りは全然苦手じゃないですし左回りも問題ないんですが他の馬たちがなかなか止まらないとかそういったようなちょっとエイティングがあるパンチが足りないっていうような内容が左回りでは多いので今回はその辺うまくはまるかっていうところですね、ままあ、ジョッキーは横山のリーロ機種なんで秋山機種と遜色ないですねシゲルピンクルビーシゲルピンクルビーは、まあ、以前から何度も言ってきたんですが素質馬ですし いい、厩舎に入っていいジョが乗れば g1。勝ってた可能性まであるぐらいの馬なんですよね。まあ、ただあのここの厩舎は気難しい。馬が多くてまあ、それでこの馬なんか今でもその。それなりの動きとか調子は良さそうなんですが、ただその足の使い方ですね。なんか追い出すと。 突っ張ったような走りになっちゃったりだとか、一足使ったらもう一段階ギアを使うとか、そういったような足の使い方ができるような動きができてないんですよね。もうちょっとリラックスして、安定したフォームで長く足が使えるように作れればいいんですが、まあその辺なんか、あの急じゃ追い切りだけじゃなくて、いろんな遅い調教とか、普段のケアの仕方なんかでも気難しさなんかも出たり、あの体の動きなんかも。 そうううういいったよなな不安定さがが出ちゃうのかなっていうところがありますしあとは何よりジョッキーですね、まあ、こういう馬だからこそいいジョッキー乗せなきゃいけないんですけれどもずっと和田騎手が乗ってきてで、まあ、渡辺騎手も、まあ、ジョッキーとしてあんまりレベルが高かったわけではないのでやっぱりその辺騎手にこだわるっていうことができないっていうところもそういう部分からなのかなっていうちょ,ちょっと馬はかわいそうですね。 まあそれでさっきも言ったみたいに追い出すとですね一足は使えるんだけれども2段階3段階足を使うっていう長く足を使うっていうことが今だと難しいというかそういう状況もできてないのでどうかなんですが、まあ、ただ能力は高いですし調子は悪くないので他が止まるような感じでそのまましぶとくある程度は粘り込めるような他が瞬発力使わなければ構想する可能性はあると思いますね。レイハリア レイハリアはまあ少し調子崩し気味だったんですが、まあ、前走はちょっと距離も長かったかなっていうところがあります。まあ,あの1 0 6もですね。逃げたり、なんかできれば1 0 6まではこなせる可能性はあるんです。けれどもで、今回追い切りの気配がいいんですよね。良い意味で重みがあるというかですね。重厚感力強さがあって。まあ、ですから。 マイペースで逃げさせてもらったりもしくはばらける展開で早めみたいな競馬ができれば構想する可能性普通にあるかなと思いますしまあ全く人気はないんですけれども全然僕はあのそこまで能力の差はないかなと思ってますただこのま瞬発力勝負とかになってしまうとしんどいんでやっぱり前目から早め早めっていうような形で瞬発力を使わせないような展開に持ち込めなければっていうところはありますね。た、まあ、ただそういった意味でも テームスパードあたりが速いペースで縦長持ち込んでくれたらその2番手3番手ばらけるところから早めっていうような競馬ができれば面白いかなっていうところですね。マリアズ・ハートマリアズ・ハートもあんまり調子良くないなっていうような時期は続いてたんですが、まあ、ここに来てぐんと出来が良くなってもしかしたら過去最高に近いような仕上がりかなっていうくらいですね。まあ、ただ、 瞬発力に関してはもっとあった時があったんでイメージとしてはパワ,パワーアップしたっていうような感じなんでまああのどちらかというと右回りりのの方がこの馬もはまりやすすいんですよねちょっと中距離コースとなると瞬発力が足りないかなっていうようなイメージになるんで、まあ、他が止まってくれればあのこの馬のしぶとい素足が生きるかもなっていうような感じですね。たたただちょっと前走前走行き過ぎたようなな感じでなるべく下げた方が 切れる足はそれ、ねまあ、切れるってことというかジリジリいい足は使えますんでちょっとその多少そのリスクを背負ってでも前走よりかは少し下げた方がいいかなと思いますねマッドクールマッドクールは上がり馬で勢いありますし5 6キロと筋量が軽いんで一番人気になると思うんですがまあ確かに相手なりに走ると思いますしこのコースも合いますんで全然有力かなとは思うんですが。 ただちょっとその前走なんか馬群から楽々抜け出してるようで周りの馬たちがバッタリ止まってるんですよねでやっぱり差し込む時って周りの馬たちが止まってくれるとスイスイ加速しやすいですし逆に周りの馬たちがなかなか止まらないとかもしくは道中から足を使わされると同じようにすんなりと伸びるかというとその辺が難しくなる可能性がありますし。 あとは単純な能力比較でいくとナンバーワンではないので筋量差があるんでそれを活かしてやっと互角ぐらいいかななっていうのは今回なんですよね。それともうちょっと道中から落ち着いたレベルの低いレース展開が期待できたらいいんですがテームスパーとか結構飛ばしていく可能性が高いので馬場が荒れた中で結構厳しい道中のペースになったりなんかすると足がたまらない可能性もあると思いますし雑に乗り過ぎると。 直線甘くなる可能性もありうるかなと思いますねまあ、ただ基本ある程度は有力になってくると思いますファストフォースファストフォースは以前は逃げ先行馬だったんですが脚力が落ちてダッシュがつかなくなってたんですよねただここに来て脚力が戻ってきたんですよでも脚力は戻ったんだけれども息きっぷりが悪いというかズブさが出てきたというかそういった 面を考えると今みたいにその後方から追いいい込んでっていう形はベストかなと思います、ね、あの、まあ、逃げと追い込みって大体似てるんでその極端な戦法ということでは似てるんでそういう意味では追い込みがフィットしたっていうのも当然で,であの能力が高くて、まあ、ちょっとそのあんまり器用じゃないというか不器用でじりじり伸びるっていうようなタイプなんで、まあ、今回も。 相手なりに走りますし全然能力は負け能力負けはしないのでまあ、切れる足がない器用じゃないっていうところをその中でなるべく下げて腹くくって大外に出してっていうようなそういったような競馬でどこまでハマるかっていうところですね湘南バニラ湘南バニラはまあ、調子良かった時だったら重傷でも構想できるレベルにはあったんですが、まあ、ちょっと とイいコーと比べて動きは緩くて気持ちも切れやすくなってますんでどうかなんですがまあただ少し気配が上がってますんでまあうまくばらける展開で前目から競馬ができれば構想する可能性はあるんですがまあでもババが荒れてったりなんかしてちょっとそのごまかしが聞きにくくなっているところはどうかとは思いますねテームスパーダテームスパーダは前走は早い段階ですんなりと下げて指す競馬しました まあ次につながる競馬しましたんで良くなるかなと思ってたんですがあんまり変わってないなっていうようなちょっと以前と比べて脚力が落ちたり全体的にこじんまりまとまってきたような感じがあるのでまあ直線も長いコースになりますんでなかなか粘り込むの難しいんじゃないかなっていうイメージは湧くんですがまあただ縦長平均ペースハイペースに持ち込んでっていうような形だとまあ前が残るレースなんかもある馬場,場ではありますので。 ま、今村製選手思い切って乗るタイプでもありますんで、まあ、あんまりその他の馬たちが筋力を苦しんだりした場合だといいところが出る可能性はあると思いますね。カイザーメランジェカイザーメランジェは衰えがありますし。しまあ、気難しいところもあったり、なんかして気持ちも切れやすくなってますね。ただ。少し気配が上がってますんで、まあ、もしかしたら出来さえ、少し戻っていれば前目も前目で粘る可能性はなくないんですが、基本厳しいと思います。 キル,ロードキルロードは思ってたよりも人気がないですねあの高松の宮記念で3着した時全然人気なかったんですがまあ僕はもともとあれぐらいの力はあるかなと思ってましたし、まあ、結果分析なんかでも説明したと思うんですがあのまあちょっとジョッキーがあんまり良くなかったので安定しなかったっていうところがあったんですが馬っぷりなんかもいいですし まあ、多分前走福永騎手も乗って、まあ、なかなかいい馬だなっていう風に感じてるとは思いますね。でまあどちらかというと中京ぐらいの方が乗りやすいタイプでもありますんでさらに引っ張ってくれるテーモスパーダーあたりが逃げて平均ペースハイペース縦長持ち込んでくれたらキルロード2番手3番手あたりでタメが効けばですね一番レース展開的に乗りやすくなる可能性もあるっちゃあるのでいいんですが、まあ、ただちょっとその。 あのバランスを崩した時にフラついたりだとか、あとは一足早い足を使おうとするとあんまり長くいい足が使えないようなところもあるので、最後甘くなる可能性もあるっちゃあるんですよね。まあ、福永騎手は立ち回りの上手さがあってこのタイプ合うっちゃうんですが、ただレース展開によってはもう一踏ん張り終えるようなジョッキーの方が良かったかなというような感じになる可能性もあるタイプではあるので、まあそうですねあの福永騎手 の良さが存分に生きる対列と流れにハマってくれればっていうようなところはありますね。ウィンマーベルウィンマーベルに関しては？まあ、スプリンターズセックスでも松山騎手が乗ってましたんで、その辺まあ、ジョッキー含めてまだ不安点があったんですが。まあ、この馬まあ、本当と強いですね。あの。なんというか競馬に行って一生懸命走る勝負根性もある。 まあ、パワーも能力もあるスピードもあるっていう、まあ、ほとんど欠点がない本当に強い,タイプ強い馬っていうようなタイプですね。で左回りに関しても問題ないですし、まあ、どこからでも先行しようが追い込もうがいい競馬ができるっていうそう考えると59キロに関してももうパワフルな動きをするタイプなんで筋量も問題ないかなとは思うんですがただ最初にも言った通り。 松山騎手が乗るパターンだと5 9キロが響く可能性もありえますしまあそれとポジション取りとか進路取りがですね雑だとやっぱり筋量が響きやすいっていうところもしくは単純に筋量じゃなくて前が残ったりなんかして差し込みにくくなったら反応悪くなってずぶさ出す可能性もあるっちゃあるのでやっぱりレベルの高いジョッキーだったらもう全然信頼できて5 9キロも問題ないっていう風に言えるんですが松山騎手は本当に。 不安定ですし慌てますしあのうまく乗る時もあるんですがもう3回に1回か回4回に1回うまく乗るかなっていうのは程度の信頼性なんで正直もう重症で松山騎手本命にしたくないっていうふうに思ってたんですがまあただやっぱ馬がいいということでなんですがまあその松山騎手やたらと外回す こととが多かかったりだとか大味な競馬することが多いんでそれがレース展開とフィットすればいいんですがまあなんかその外回りすぎたとかにならないかまあ,まあ本当に心配事が多すぎるんでなかなか皆さんにはおすすめできないところはあるんですがまただテームスパーダがいることによって前目の方とかウィンもしくは中段でもウィンバーベルドのいるところがばらけてくれればばらければ本当乗りやすくなりますんでまそこで足が黙ってスッと。 直線向くくまままでの形がうういいいけば、もう全然馬は強いと思いますね東進マカオ。東進マカオは以前は華奢なイメージがあったんですが力強さ出ましたしあとは気象的に折り合い書いたりだとかそのパニックになって自滅しそうなイメージがあったんですがその辺なんかもレースに行ってある程度力出せるようになってますし信頼性は高いんですが、まあ、ただこの馬はですねウィンマーベルとかだと、かだ パワフルな感じの動きとか馬体なんですが東資マカオはちょっと後ろの感じなんかスラッとしてるような感じもあるので金量が響く可能性があるということとあとは大外枠引きましたんで外外回ってあまりにもそのロスのある形でこの金量となるとちょっと響く可能性があるっちゃあるんですよね。まあ、ただあのロスが少なないいい形ででさえ聞けば筋量は問題ないと思いますので まあどっかばらけたところでいいところで足が貯めれればっていうような感じはありますしまあ直線向くまでの形がうまくいって外に出したりすれば鮫島勝馬騎手はある程度 OL ジョッキーでもありますし東進マカオ自体あのまああのためさえ聞けばっていうようなタイプなんでまあただそのバランスが良くなってパワーがついてきた分もしかしたら右回りとかの方が乗りやすくなっている可能性もあるっちゃあるので。 直線の長いコースということでそのなんか気象的にその一足使って最後甘くなるとか何というかフォームが直線長く安定しない可能性もありうるかなっていうちょっと気象的に難しいところがまた出ないかっていう不安は少しあるんでその分本命までは打てなかったっていうような感じですねまあでも勢い出てきましたしパワーもついて面白い馬だと思いますね。以上です。失礼します